腹すいたけど並んでます。朝今8時から並んでますね。そうなんです、1時間も並んでて、すごい。今日はね、ガロ魔界の花のね、最新台の新装初日です。えもう一回いいですか。新装初日です。あんな練習したのに結局やらなかった。そうです、弱いな写真集者。そうそう、新装、新装初日、新装初日だって。もちろん私はガロ、ガロに行きますから。うちも行きたい、うちも行きたい、ね、ガロ行こう、ガロ行こう。スケさんは、スケさんは朝ガロ、朝ガロ。これがもう今回のガロの新しい演出で、まあ大体10回転ぐらい、この朝ガロモードっていうガロの顔が出て、ちょっと演出が違うっていう。ガロ座れた。あ、ちょっと初打ちなんでちょっと緊張しますけど、いやガロで今日決めたいと思います。頑張ります。さあちょっとね、もう生まれ育ったんで、さっそうとちょっと台を取りました。頑張ります。新しいガロで今日はお腹を満たしたいと思います。さあちょっと僕はですね、いやこれやっぱりなんといっても、そうですね、今かなり人気もあってね、稼働もいい北斗天正百列ちょっと取りました。3人ガロでもいいんですけど、やっぱりここは1人はちょっとね、ミドルスペックで当てないといけませんから、とりあえず天正百列から打っていきたいと思います。さあいつもと違うオープニングで始まりましたこのポコポコ大作戦なんですが、今回はいつもと違うのはオープニングだけじゃなく、なんと東京を出て茨城県にやってきております。おー、旅行来ましたね。結構時間かけて、はい、そうなんです。車で2時間ぐらいかかるんですよね。かかりましたね。若干遠いところに来てるんですが、はいはい、本日はなんと新装初日で、おお、あのガロの魔界の花が導入されてまして、みんなもう朝一バッとみんなガロ行っちゃったぐらいなんですけど、はい、そうなんです、新装初日でホールです。ホールがですね、はい、パールショップとも奥の屋さん、奥の屋店さんですね、はい、お邪魔しております。お邪魔してます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でさっきもちらっと言ったんですが、まあ、最新台のガロを私と隊長がもうすでに台を取っております。新しいもの大好き、はい、ガチで整理券もらってなかったんで、本当に並びましたね。並びましたね、はい、入場してそのままやったんですが、はい、見事取れましたと。取れました。で、スケさんが、はい、僕もね、新台の北斗天正百列を取りましたので、いいですね。まあ、こちらも人気ありますから。そうですよね、話題の新台ですからね、はい、なんとか3人で頑張っていこうかなと思うんですが、はい、この番組の趣旨なんですが、まず3人で力を合わせて乗り打ちをしまして、プラスサダマにしようという、はい、番組になっております。でプラスサダマになるとご褒美ゲット、お、うん、ただマイナスサダマだとご褒美はもらえません。いやもうお馴染みですもんね、お二人、はい、もう何回か来てもらったんですよね、まあ、そうですね、はい、うん、いい思いもしてるんで、そうですね、はい、僕も2回ほど出させていただいたんですけど、まあどっちもご褒美食べれて。そうですよね、スケさんなんて毎回食べてません？そうなんですよ、結構ね引き強いとこ見せちゃってるかなっていう感じいつも通り、いつも別に何このビッグマウスと腹黒いくせにいやもう、うわ今回も楽勝なのかなっていう感じで、でもスケさんは一人で出してくれてもね、カバーどっちかしてくれれば、まあその人も食べれたりするんで、あ、はい、なんかルール変わったんですよね、ちょっとだけ ねそこら辺が変わってるんで、はい、でもスケさんなんか一人で出したらなんかねくれなそうだよね、意地悪だから、どんな人だったんか、2食分とかなんか一人頼んで、なんかこうやって玉揃えてギリギリ足りないよそういうとこある、黒すぎる、そういうとこあるってなんで、そういうとこないじゃん、もう出したらちょっと2人に譲りますよ、本当に。え、ウソが言いましたから、自分食べなくてもちょっと言い過ぎたからまあまあ、でももうそのノリで頑張りますよ、本当に。あ、よろしくお願いします。まあ、スケさん頼みじゃなくてね、はい、全然一人一人みんなで力を合わせて頑張りたいなと思うんですが、ご褒美なんですけど、はい、今日実践しますパールショップともや奥の屋店さんから近い砲台の店、砲台の店とだけ聞いてます。何が砲台なのか結構ありますからね何だろう、何々砲台の砲台ですか。そう、丸々砲台じゃないかなと思うんですけど。おー、なるほど、食べ放題、食べ放題、逆に食べ放題がいい、飲み放題以外何があれかもしれないですよ、ファミレス的なドリンク飲み放題かもしれない、スープ飲み放題
でもポコミさんの腹減ったなキャラで実際すごい食べますから、これでこれでもし飲み放題とかってぶち切れますよ。マジで私怒りますよ。ぶち切れますよ。帰るぞ。そうなんだ、あるけど。帰るね。その通り4本取りだけど。帰っちゃうよね。本当に。頑張って。はい。ゲットしよう、頑張りたいと思います。はい、頑張ります。早速実践行ってきます。行ってきます。うわ、今日もポコさんクールだぜ。何それ、初めて言われた。クールガールだ。クールなポコポコ大作戦が始まりました。今回は初の茨城県での実践だよ。今回3人がお邪魔したのは茨城県神栖市にあるパールショップともえ奥の屋店。こちらのホールにはパチンコ574台、スロット510台を設置。最新機種から人気機種までさまざまなラインナップをご用意しております。はい、ではスケさんと会長、はい、はい、準備 OK ですか？ OK です。 OK です。早速じゃあ打っちゃいましょう。はい、はい、お願いします。よっしゃ、朝ガロー。そう、朝ガローだからさ、見てくださいよ、朝ガロモードっていう今回ね、新しいガローで新エースなんですけど、もう 上からも出ちゃってるんですよ。上も出ちゃってるし、液晶のライトニングフェイスオブガローも出ちゃってて、大体10回転ぐらい継続しますね。10回転だけなんですか？そう、短いよね。短いで、私はまだ見たことないんですけど、スーパーリッチに発展すると、なんとあのコウガとレイのリッチに発展するみたいです。まだ見たことないんですか？見たいですよね。あ、なんか朝面白そうだね。すごいですよ。で、一回転消化するとこの上のガロちゃんが消えるんですよ。あ、本当だ。不祥消えたでしょ。知らないうちになくなった。そう、消えるっていう。ちゃんとダブルガロがね、朝は一応降臨してるんで、レアですよ。なるほど。いや、いいな、ガロも面白そう。いや、ガロもね、もう全然もう全く期待裏切ってないですよ。いや、あのね、今僕が打ってる北斗も、はい、まあ、この百列シリーズ3代目なんですけど、はい、まあ、かなり初代に近いスペックなんですよ。そうですよね。2代目はちょっと、まあ、スペック違いましたけど、これね、本当ね、このショート ST かなり面白いんでね、今日僕そこら辺も見せていけたらいいなと思ってますよ。まあ、そのショート ST 駆け抜けないでくださいね。そうですよ、まあ、これね、駆け抜けるときも早いんですよ、また一瞬なんですよ。またそれもね、逆にいいんですよ。そうそう、それもいい。で、ね、またこの潜伏ループね、それが食らったときは地獄だけど、いや、これね、僕はもうこのド S みたいなスペック意外と好きですよ。前から言ってますもんね、初代の時から。いやね、こんぐらいはっきりしてるのがいい。じゃあちょっとその流れでスペック簡単に説明していいですか？お願いします。大当たり確率がまあ約307分の1、そして、核煙突入率 100% の ST 機となっております。で、突入率が 56%、 あ、違う、突入率は 100% なんですけれども、そのうち電磁波がつく確率が 56%。 ただ他の機種と違うのは、常にその 56% を引かないと永遠潜伏し続けると。半分ありますからね。そうですね。だから 44% を引いてると一生潜伏してしまうというね、ちょっと怖いスペックなんですけれども、その代わり 56% 引けば全部16ラウンドで2000発。そうなんですよね、すごいですよね。そのミドルなのに2000発ってすごい。そう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 。で、しかも、まあ、電サポ中も、60% で16ラウンドになりますし、で、今回は前はあの時短がつかない時とかもあったんですよ、当たり方によっては。そうですね。今回は36回転のST だったり、必ず64回転時短がつくということで。いいですね、それは。ちゃんと進化してるんですね。はい、いや、かなり面白いと思いますね。今日はいいとこ見せつつね、お願いします。ゲットのために頑張りますよ。私まだ打ったことないんで、ぜひあのその面白さを、ね、伝えてほしいです。わかりました。今日ビッグマウス出してましたからね、朝。そうですね、まあ、もし2人分しか取れなかったら、もうポコさんと隊長にね、まあ、譲ることもちょっと考えてます。ちょっと考えてるって言って絶対やらないですからね。いやいや、譲りますよ。まあ、でも頑張ります。お願いします。はい、私が出した別に全然スケさんには譲らないですけど。うわ、今日もポコさんクールだぜ。何それ、初めて言われたんですけど。
クールガールだ。そうです、クールビューティーですから、まあ、みんなで勝てばいいんですよね。そうですね、仲良くやりましょう。はい、仲良くやりましょう、頑張りましょう。私今連続予告3回来ました。あれマジで？で、黄金騎士が出たんですよ、文字。え、じゃあガルスピ行くね。ちょっと期待。前作でもで黄金騎士はガルスピ行ったから、はい、多分行くんじゃないかと。え、でも議事さんって、あ、そうか、黄金騎士出てるから、はい、あ、じゃあ熱いんじゃない。黄金騎士出てるからガロエスピー君でもう顔完成がもう確定してますね。はい、から出ました。早い、そう、めっちゃ早い。早くてでかいんですよ、めっちゃ想像以上に。顔のフラッシュが緑。その後にライトニングフェイスオブガロが出るかどうか、それが前作でいうガロ君に相当しますから。ほう、あー、どう、出ないっぽい。出ない、隊長お願い。出ない、出ないです。でも6000体だ。あ、6000体はでも結構厚めですよ。お、このシリーズを待つごとにどんどん増えていく。最初戦隊劇場でしたよね。そうね、6代目ですもんね。あ、タイトル緑です。緑か。その後スタイリッシュパートに行くっていう今回新演出があるんですよ。モノクロになるっていう背景が、はい、そうなると激圧。いやでも6000体なんでほぼ暗いですけど、あと必ず6000体だけは必ずガロー系押し込めの演出が出るんで、はい、いやチャンスアップないっぽいな。あとはリーチ中はローリング、ローリングが起こると熱いですね。ボタンプッシュで今緑まで行ったんですけど、あ、そうそう、こういうチャンスアップ。お、おほー、ですか。まあ、それ分かるじゃないですか、これで。掴んでますよ。最長丸見えなんです、私。掴んでますよ。掴っちゃったの。岩と掴んでますよ。何ですか。いや、まあでも。でもまあ岩はちょっとね、ちょっとしょうがないかなっていうのはあるから。シリスボミ感が。じゃあここでスペックを紹介したいと思います。はい、お願いします。大当たり確率が約399分の1のマックスタイプで、基本的な流れはもういつも通りのガロの VST なんですが、今回前作より突入率が 2% 上がってST 突入率が 53%。 おー、いや、されど 2% ですよ、されど 2%。 これ長い目で見ればでかいですよ。いや、でかいと思います。でかいです。で、あともう一つパワーアップした点が隠れ隠れがあるんですよ。なんとファーストバトルで敗北してしまって、はい、13ラウンド通常かと思いきや、実は内部的に隔変っていうものがありまして、10% ぐらい、 10% ありますね、はい、内訳としては。しかも今回あの隔れ隔変って言っても全然もろで分かります。潜伏とかもないので、その連鎖が終了する潜伏とかもないんで、はい、騎馬ゾーンに突入すればその時点で内部的に ST 確変ということになります。なるほど。まあそれに本当に気になる方は V の辺見ちゃえばいいんだよね。そうなんです。実は今回この魔界チャンスのここの羽ですね、ここが V じゃないんですよ、はい、じゃなくて実は今回の V はこのアタッカーの下のこのちょっと星のマークついてる赤いところ、ここが V になってるんで、早めに客へ引いたか知りたい方はここが空いてるかどうかを見てれば実は分かっちゃう、うん、うん、なるほど、ことになりますね。まあでも私は見ない派ですかね。別に見なくてもいいかな、どちらでもな。この場合どうだろう。僕は 100% 見たい派。なんでですか。 100% 見、なんでですか。いやー、あの当たった時に、あ、知りたい、どっちかどうか、どっちで当たったか知りたい、引き戻したのかどうだろうか。そう、引き戻してたら自分すごいじゃんってなるし、確かに潜伏だったらまあ当然みたいな。当然なんですか。スケロックはスルーしない。あ、なるほど。ビッグマウス来てるね。さすがですね。僕スケロクだから。何、僕スケロク。大丈夫この人。いや、でもあの北斗も同じようなスペックじゃないですか。確かに。あのカサンドラチャンスというモード移行があって、はい、まあ、見るか見ないか、結構潜伏率 44% とすごい高いんですけど、これは見ますよ、お二人は。これは見ますね。あ、そう、え、なんでポコさんそこは見るの。なんとなく。ガロは見ないのにこっちはなんとなく見るの。うん、なんか私多分こんな風にこう、なんですかね、なんかガロの
の場合は見ない説明になってない。知らないから待ってめっちゃ熱いよ。私もめっちゃ調査紙見てますから。さあうわー頼む頼む隊長ちょっと私炎赤になって画面が割れなかった。え赤になった？ あのライターの炎が赤でした。あいいねいいね。さあこの後あボタンがちっちゃい。あ出てこない。えアニメ行った？アニメ行きました。あいいね。おおいいね。あ今あのすいません、ちょっとキャラクターがビクのリーチです。で、今発展して顔が出て顔のその後だよ、その後色はオーラ、緑です。だけどだけど暑いよ。お相手が真っ暗真っ暗。わぁわぁ、もう一回顔出た。もう一回顔出ました。したら、ということは上からガロちゃん来るよ。ここここここみさん、見えてる見えてる。全体ですね。いいよ。はい、いいですよ。強めだよ。いやお願いお願い。さあ決めたいぞ決めたいぞ。流れとしては赤と赤としてスタイリッシュいった。スタイリッシュモノクロになればタイトル緑です。その後モノクロっぽい感じで、しかも背景多分さっき見た映像と一緒なんで、はい、多分スタイリッシュパートには行ってないですね。あらじゃあ最後のそのね、はい、6戦隊だけ固有のチャンスアップあってボタン2回押して背景が、はい赤もしくは金になれば熱い。わかりました。1回目青、2回目で赤になればいい。はいお願い。あ緑緑緑。じゃあここは必ずガロケを仕込めて出るからチャンスアップの方のガロケを仕込めがあるからそれが出ると熱いかも。あらお待ってええザンバケ復活なし？ノー復活でした。ザンバ剣で？嘘でしょ。見間違いだったかもしれないです。もしかしたら。あ、ガロー剣かもしれない。もしろ何も刺さってなかったかもしれないです。実は昨日もね、山ちゃんがね、はい、ザンバ剣外してた。あ、モード移行した。モード移行。頑張れ頑張れ。これあれですよ。このラップを見て、はい、ついていれば、あ、引いた引いた引いた。潜伏引いた潜伏。あのここが。このセグの部分が、この24616のランプパターンだったら潜伏なんですけど、これ6のパターンで潜伏潜伏引いた。いやー素晴らしい。すごいやった。たさあこっから勝負ですよ。この台 44% はずっと 44% 引き続けると潜伏し続けちゃうんで、いかに 56% の図柄との引けるか。ポコミさん、はい、隊長、はい、やりますよ。さあ、じゃあ次の当たりで必ず電速入れてください。ちょっと、ちょっとなんで当たってない人がスーパーまだ行ってないんですけど偉そうに言うんですか。ちょっとガロ SP ゼロですのラストラストラスト。いやー嘘でしょ。いやーんうーわー。ただし今これで32回転過ぎて転生モードは終わってしまいますが、残り4回、確変状態なので、さあここ36回転まではちょっと期待しましょう。ほらリーチかかった。ここですね、この残り放流で僕の確変は終わります。どうしますポコミさん、これスルーしたら。今ねでもリーチかかってるよ。33回転で。あそうなんですか。うん、どうなんですか。あの今回
回36回転 ST なんだけど、32回転の転生モードの後は背景元に戻っちゃうんですよ。いやー、ラストが、ラストの回転が、あ、8、7、1、おお、何言ってるんですか。何ですか、871当たったんですか。871当たったんですか。ああ、停止じゃないですか。871図柄で当たったんですか。お二人さん、すいません、あの潜伏スルーしました。あ、ちょっとマイク調子悪いですけど、スケさん、そういうないですけど好きなんですよね。いやー、せめて1回ぐらい潜伏ループしたがってよね。潜伏はループしないでくださいよ。弾出してなんぼなんですよ、こっちは。いや、うわー、でも痛い。じゃあ2枚目入れます。この流れで。ああ、スケさんのせいで。嘘でしょ、信じらんない。いやいや、マイナスですよ。ちょっとあの残馬券外した人とスーパー1回もかかってない人言われたくないですよ。残馬券の下り多分全カットなんでやめてください。掘り起こさないでください、その話。 100% 使われるよ。くっそー、アニメリッチしか出してない人が文句言いやがって。出した時は当てるんですよ。見ててくださいよ。そう、出した時は当てる時ですから。もう美味しいとか全部持ってきますから、ポコさんが。最終的に私なの。はい。出たビッグマウス。そういうこと。2枚目まで行きます。これちょっと今日いけんじゃないかな。あとは当てるだけですよ、先輩。あとは当てるだけだね。まあ大丈夫でしょう、僕ですよ、ほら。あ、不動、不動、熱い。1、2、あ、当たりつがら2個だとちょっと弱いんですが、いけ、不動ならある。いったいったいった、なんか止まりましたね。転生、転生、大チャンス。お、お、マジ、赤、視聴者赤めっちゃ熱い。ちょっと、お願いします。先輩盛り上がってる。ホットコ、うわ、赤ボタン、赤ボタン、これ下、赤ボタン、これめっちゃ熱い。熱い、熱い、熱い、熱い。うわ、10座いった、10座。いや、熱い、行きましょう。熱い。スケッサー、ここ当てるとこですよ。これ来ましたね。でも赤ボタンと北斗豪昇はあって本当に熱いから。いや、完全に熱くないですかそれ。あれ、ただあれだな、チャンスアップないな。俺がキリン。よし、キリン来た。あ、これは来る。え、嘘、キリンは来るだろ。これ来るだろ。あの突き抜ければ当たり。来い来い、行け。おっしゃ、行った、やりました。あ、図柄で当たりましたね。図柄揃った、ちょうど1番。いや、やっぱ回ってるから。やりました、前で済みましたね。素晴らしい、よし、すごい気持ちいい当たり方した。いや、北斗は当たってても気持ちいいですよ ね。本当に音とかもいいし。いや、ちょうど1番で当たったんだけど弾はない。あ、そうなんですか。ちょうどあの使い切っちゃった。え、追加投資ですか。そっちの追加投資ですね。追加出玉がない当たりなのかと思う。あ、違う違う、ごめん、追加投資。よっしゃ、よし、行きましょう、スケさん。さあ、行きましょう。お、え、あったあったあった、これダブルカウント熱いよ。お、まだ見たことないです。これもしダブルで転廃すれば保留内も大当たりで置こう。おわ、まあでも剣士郎しか転廃しなかったですけど、これですね、普通に転廃して当てするよりも信頼度大幅アップ。ただし、最初に ST 入った初回バトルはスーパーに発展しやすいんですよ。なので今進化出てますが、トータルで 20% ぐらい。ただし今ダブルカウンターからいったんでもうちょっとあります。あ、やばい、粘着ない。おし、おし、おし、来た来た。え、おし、当たった。いつの間に。ケンシロウ先生、どうだ。お、すごい。よし、よし、よし、よし。だ、今のはダブルカウンターでチャンスアップ、そして、指導開始ですね。これのおかげで当たりました。今のでもしケンシロウもトキも転廃してれば、その場での大当たりだけじゃなくて保留内の大当たりも、濃厚になります。でもそこでダブル撤廃しないってことは保留内ないってことですか。いや、ポコミさん今喜んでる時にやめてくれますか。まあ言っちゃえばそれは下がりました。うん、それは下がり、ゼロではないですかね。ゼロではないですけど確かに下がりました。
1終了。お、ラスト。ここもね、線が赤ければチャンスです。あと人も多ければチャンス。あで32回転抜けたら4回転の一子送電ゾーンいきます。これビッチになればチャンスですね。でもしラオウでテンパしたらその点で大当たり濃厚。ケンシロウとキラオウの順に期待で上がります。でもし赤セリフが出ればそれもかなり激アツ、 80% ぐらいあるはず。ラスト、うわお願い頼む。2連で抜けました。まあ、ただし今回は、なんといってもその36回転の ST の後に必ず64回転の時短がつきます、ね、ここで引き戻すのはもちろんね、ST もう1回できますんで頑張ります。え、そこでズガラス揃う。ああやばい、ガロー計下がった。いい音した、いい音。頼みます、お子さん譲りますよ。ガロの当たり来たよ。私ガロ ST 出すとき当たるときに、わあ赤い赤い、いいよ当ててください。ガロー券だからってなんのかもしれない。確かに言ってたもんね、出すときは当たるときって。そう、なるほど。ねえ、待望前回役でいう対岸ですね。寒いタイトル出た。あ、ギリさんはでもまあ行きますよね、それはね。よね。ここも赤だと、アイキャッチ赤だと暑いんですが、緑止まり。さあ、白ガロンタイトルからの魔獣カービマジュはちょっと微妙ですよね。まだ王国島が強いイメージが。あれ、炎は緑からの赤もなし。欲しいな。さあここですよ、ここ。ガロSPは行くはずなんで。あれ、液晶変身。あれ、欲しいな。大丈夫かなこれ。タイトルの色は青のレギュタンです。そして通常パートスタイリッシュなし。もうポコビザのテンションの落ちよう大丈夫こっちが聞きたいでしょあれ、ボタンも出ない。あ、ボタンすら出ないっていうパターンですね。これじゃ当たんないですよね。これじゃ当たんないっすから。景気づけみたいなもんですよね。全座的な。そっからっすね。そっからっす。来い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 。ラスト来い。まあ、来ない。ああ、すいません。お二人とも抜けちゃいました。まあまあでもね、64回転ですよね。まあでも。先発とりあえず持ち玉できましたから。ということで今回はここまで。ここみ、リンカ隊長が未だ当たらない中、スケロクが大当たりするものの、サダマはマイナス。この2機種ならまだ逆転できるぞ。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。シャラララ、皆さんこんにちは。サイトセブン TV プレミアム限定で新番組が始まります。その名もデコポコ戦隊ゼニゲバーン。さあロギー、はい、番組説明を10秒でお願いします。レッドとブルーがさらわれた。さあみんなで助けよう。みんな見てね。俺喋んなくていいの？ゼニゲバーン。ここで改めて説明しよう。デコボコ戦隊ゼニゲバーンとは、悪の組織に囚われたメンバーの身代金5万枚をゲットするために奮闘する実践番組である。セクシー。世のお父さんたちが満足するシーンも盛りだくさん。すごい冷たい目、やばい、俺やばい。お楽しみに。うわ今日
今日もポコさんクールだぜ。何これ初めて言われた。クールガールだ。レディース&ジェントルメン、 This is ポコポコ大作戦。この番組ではポコミと愉快な助っ人たちがホール近くのご褒美目指してプラスを目指す。そして前回の経過はご覧の通り、スケロクが大当たりするものの出玉は約2000個で終了。そしてポコミ、リンカ隊長は未だ大当たりなしと苦しい展開。みんなまだまだ逆転はできるぞ。今回もお助け全中あるので、狙えて出たら短い場合は5発撃ってください。まあ、今回空きっぱなしじゃないんですけど、比較的打った球が入りやすいですね。で今回のガロパトはチャンスアップあるんですよ。扉が閉まってからボタン出てきた時にボタンプルプルとか、あとはスイッチのボタンがあります。多分なんですけど、このチャンスアップが起きたら超激アツなんじゃないかなと予想してます。いや結構ガロの島盛り上がってるのにな。ね、2人とこだけぽっかり空いてたよね。あ、ぽっかり空いてますよ。あのガロの島です。結構みんな盛り上がってますよね。出玉感もあって。本当だ。ちょっと2人お願いしますよ。本当だ。そろそろ大当たり引いてくださいよ。本当私隣の方がずっと連チャンしてて、その出玉でちょっと椅子に座りにくくてちょっと泣きそうになりました。ちょっと本当僕みたいに当ててくださいね、見せ場。え、お願いしますよ。スケロクさんみたいに潜伏すればいいんですか。ガロ潜伏ないんで無理です。その後にちゃんと当てたでしょ。大量出玉。皆さん今何発出てるんですか。え、今1500発で一箱か。いいですよ。やっぱ放流場でこの緑と赤でだいぶ差があるんで。お、行った、ギチさん行った。ギチさん、これできれば芯とか、芯じゃなくてウイグルとかユダとか。あ、芯ですね。この対応あれ、チャンスアップがない。ここもね、激闘の文字が完成すれば熱いんですよ。ちょっとボタン上下押してみようかな。お、どうだ。ダメだね。普通のカットイン。緑ですか。緑。間違って当たれ。いけいけ。うわですよね。しょうがないですね。うん、ちょっとね、弱かったね。なんかまあ当たる気しないですね。さあ2万円目がなくなりましたので3万円目を入れます。ちょっと今日やばいんじゃないですか。このまま行くとご褒美。ガロが何にもこんなすぎてやばい。いやしかもですね、私も確率分母超えてて。あ、私も超えてる。407回回ってるんですよ。はい、もうあと当てるだけなんですよね。3枚目入れます。それはね、回転数関係なくそれだろ。ハズレエースといっぱい見せたんで、もう当てるだけなんですよ。ちょっと本当お願いしますね。もうなんだろう、昨日で出過ぎちゃったかな。いいの、今日やって、今日本当に今日。だから昨日その視聴者の人に言われたんですよ。今日もボコボコだって知ってる人から、はい、明日ガローって今日のやつを明日でしたねみたいなこと言われて。ポコポコ大作戦か。これ他の人に置き換えたらどうなるんだろう。スケスケ大作戦。ただの深夜番組じゃないですか。大丈夫ですかそれ。もうやばいね、名前がね。何がスケスケなんですか。まあまあ深夜番組でしょう。スケさんが MC でスケスケ大作戦やるっていうのはどういう番組がいいですか。まあそれはもうスケスケになるんじゃないですか。え、スケさん、スケさんが。とりあえずポコミさんにはシースルーの下着で打ってもらうみたいな。スケさんは、スケさんは
まあでも名前がスケスケ大作戦だからしょうがない。しょうがないですね。スケさんもしたもろ出しでいいですか。じゃあもろ出しってない。それスケスケじゃないじゃないですか。これスケスケじゃないからもろ出し大作戦だから。いやでもよく言われるのがポコポコ大作戦収録ですって言うとボコボコにされないようにねって。そうそうそう、負けられて本当そう言われるかも。まあポコさん結構手早いからね。何どういうことですか。まあでもスケさんのこと50回ぐらいボコボコにしてますけど。だからそんなに声潰れちゃったんですか。いや喉ばっかり狙うんだよ。あれ顔はやめたけど喉狙っちゃった。そうそうそう、やっぱり一応こういう仕事してるからね。あれそう、一応顔はバレるからバレないところ行こうみたいな。喉も出てるけど。恐ろしい女子だ。まあ激アツって出た。なんてどうした急に。あの保留の顔のところに左下でしょ。はい、守り島のでもリーチ。あ、無事終わってなった。タイトル画廊圏発売までカウントダウン。守り島の、はい、守り島出て、めっちゃ熱いよ。今画廊圏ガスダウン予告。お、あ、今日一だよこれ。やばいよそれ、熱いよめっちゃ。熱い熱い、隊長隊長。これね、これね、これね。何が起きてるの。あ、ブルブルしてる。どこでどこで。で顔が完成して緑のフラッシュ。ほう。で、おお、もう一回しまった。おお。今日2回目の顔出た。顔も。いや、これはあるぞ。両隣に挟まれたからとうとう出てきましたよ。そしてリーちゃんまた6戦隊。出てある。6戦隊大好きだな。大好きですよもう。リベンジ中のリベンジですからこれも。あータイトル緑。いやでも映像なんかさっきと一緒な気がするんですよね。タイトルの後タイトル出た、はい、緑か。タイトル出ました。タイトル緑で全然さっきと同じ。あーボタンがブルブルしてる。え、ちょっと待って、レインボーじゃない。嘘でしょ、背景。待って、ほらボタンがレインボー。それあったりあったりあったり、ほら、あ、赤まで行った背景。マジで最後どやー、ほらー、うわー、レインボー光ってる光ってる光ってる、ここやねー、おめでとう。あー、当たりました。いやー、やったやった、さすが、すごい流れが完璧。いやー、行きましたね、21,500円。いや、全然早いでしょ。いや、優秀。あとは入るかどうかだね。さすがら昇格はなしです。いやまあまあそこはね、レアだもんね。ここはまあそうなりますよね。いや SP 入れたいね。でも入れたい、全然わからないぞ。いや頑張ろう。あーバトルボーナス、はい、神滅画廊克服せよ。いやいけ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 、行かなかったです。で隠れ ST だと13ラウンド。いやなんか言わないけど見た。いや見ましたよ。お、はい、見ましたけど。まさか、え、これ星の方に落ちたら ST ですよね。え、開いたの。それはちょっとあんまよく見てないの。何しに、何をしてるの。なんだろ、え、どういう意味、何を含めてるの。開いたと思うんですけど。マジで開いたの。開いてない。開いたと思いますよ。マジで結構早い段階ですよね。あ、結構ね、4ラウンド目でも確認したって言ったこと。そうですよね。うっそ、マジで。まだガンガン、うわ、13ラウンドで終わった。うわ、わかんねえ、どうしよう。これダメポーだったのかな。来たー、来た、来ました、来ました。おじゃあ50回転以降なのかな、突入するのね。
方で抜けられないっていうプレッシャーちょっとやってしまった感もあるっていう。いや、ここで引いてもらわないと逆に困るんだよ、ST。ほらほら、プレッシャー、プレッシャー。ちょっと ST 引いてくれただけでいいんだよ。さあ、皆さんには騎馬ゾーンをご覧いただいております。紫のやつですが、あ、赤、はい、背景が赤までいった。煽ってるな、ホラーバトルなんて。この後、砂時計が、砂時計が出てきたぞ。砂時計がゼロまで行ったんですけど、あ、ゼロは神滅チャンスかな。あ、行った、神滅来ました。神滅チャンス克服できれば当たりってやつじゃない。そうです、神滅を克服せよ。いや、できる、お前ならできる、でしょ。やろうやろう、できる、お前なら。嘘でしょ。え、マジ出荷詰まるよ。今の嘘でしょの言い方めっちゃ怖かった。いや、そんなことないですよ。ほら、違う、まだ違う、違うよね。やだやだ、あーさー、外れた。へー、いやー、そりゃダメでしょう。もう60回、残り60回切ってますね。あ、待って、でも私タイムストック発動した。顔出た。色は何だろう、黄緑かなこれ。暑い？いや、暑くないです。ただ 99.9 秒リッチなんで、ガロエスピーに相当する考えとあります。ただ顔は出ず、ライトニングエースオブガロ出ず、このリーチはチャンスアップがないみたいですね。ちょっと初めて見ました、私。どうなんだろう、リッチ。称号が、うわ。ちなみに僕も今出玉が全て飲まれました追加投資で入ります。お願いします。いや、ちょっと俺本当に大ピンチじゃないですか。いや、でも私も当て方分かったんで大丈夫です。何今のすごいカスカスの剣っていう、うん、リンかな。今すごい最初の方の北斗を思い出しました伝承とか友の時の剣。おまさかの何いった。え、何に、え、ご本人登場。これ多分当たり当たり。ええ、何がそういうんですか。ここで赤文字だったら時の激アツリッチあってでしょ。これちょっとランプ見ましょうか。あ、やった、潜伏いた、潜伏いた。おっしゃ、今度こそ。あのですね、バトル系リーチから、カサンドラチャンスいった場合は今までもそうなんですけど、基本的には潜伏濃厚なんですよ。なのでこれもおそらく、おそらくですけど潜伏確定な演出だったはず。よし、入った。当たりました。え、あの潜伏ループが、さあ来ましたよ。6ラウンドランプがついて潜伏ループ。この台は 44% の潜伏を引いたら潜伏中だろうと一生潜伏しますから。スケさん何喜んですか。やお嫁ですか。やばいぞこれ本当に。でも、もうワンチャンあるってことですもんね。そう、そういうことよ。つまりは、あ、すごい、当たった当たった。え、潜伏、1回転目にもう1回潜伏しました。違うんですよ、使い方が。え、待って、出玉出てないですよね。全然嬉しくない、これは。もう当たりの使い方違うんですよ、しからさ。いや、ちょっと、いや、あのね、1回転の潜伏はマジでへこむ。
なんか損した気持ちになりますね、 ST だと。ちょっと気持ち落ち着かせよう。ちょっと僕ジュース飲んで気持ち落ち着かせます。これダメだ。これはね、流れがもしあるんだとしたら確実に悪い。あ大丈夫ですか。あどうしたんですか。テンションモード終わっちゃった。さすがにちょっとへこみますね。ただまだ4回これ加減ですから。ラスイッチ、ラスイッチ頼む。いけー、ま、ネロンさん。うわー、ミドリプルプル3回目先読み来て、あーエイジチャンス。激アツ。魔獣か。魔獣だとまあしょぼいですよね。ジャック系か。お、プルプル。赤オーラだったら大チャンス。緑。ボタンプルプル2回してるぞ。発展しますね。なんかいい音がした。ホラーバトルですね。何ホラーバトルリーチ。これも赤文字だといいとかありそうですけどね。ポコさんお願い。意外とこれも当たる時ありますから。そうそう。え、 5? 危険度 5? え、強っ。最高じゃない。ただ新滅出てくれば熱いですから。広角重心だと超激アツ。新滅だし。え、マジで？ある？あるぞ。ある？マジであるぞ。やだ、お願い、本当お願い、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 お願い。ポコさん頼む。これ何だろう、 C3PO みたいな、このホラー倒す。お願いします。あ、当たった。あー、やっぱ新滅さん当たりました。当たった。見えてますよ、ポコさんの。見えてるよ。結構急に当たった。あ、そうです、あの結構そういうことは多いですよ今回。意外とあのホラーバトルってチャンスアップ出れば結構当たってくれるイメージです、ね、いや、よかった。え、ポコさんビール派 V は。はあ、見ます。誰にも教えないけど出ちゃう。見るの。見ちゃいましょう。克服すれば ST 頼む。やれるかな。私はやれるかな。いけいけ。やれるぞ。やれなかった。さあ今のところ、今のところですよ、はい、8ラウンド9ラウンド目に入ったところで、はい、V が空いたかどうか顔で表現します、はい、お願いします。全然わからん。はい、やりました。伝わらない、伝わらない、はい、見てる方は伝わったかな。お願い、お願い。あ、赤い、赤い。行きますよ、ホラーバトル。星が3つの方に行ってほしい。星3個です。いや、いけますよ、ココミさん頑張る。新滅来い。あー、ガロちゃん普通だ。豪邸が来るだけでも違うんですけど、でもちょっと結果演奏ですけど、まあやっぱり豪邸が欲しい。私はちょっと怖いかな、これだと。ダメだ、ダメでしたね。でっかい演奏だとちょっと弱いんですよね、やっぱり。ここ重要ですよ、本当。ガロがどうなるかっていう、どういう形態で来るかって大事。え？あ、シーオンだ、お願い。
ったということで、はい、私がどうだったかどうかっていうのはまた後でお伝えすることにして、はい、お二人は先に実践終了で大丈夫です。はい、分かりました。リング楽しみにしててね。はい、お疲れ様。お疲れ様です。今回3人がお邪魔したのは茨城県神栖市にあるパールショップともえ奥の屋店。こちらのホールにはパチンコ574台、スロット510台を設置。最新機種から人気機種までさまざまなラインナップをご用意しております。さあ、ご褒美のお店にやってまいりました。はい、いいですね。こちらのお店はですね、先ほどまで実践していましたパールショップともえ奥の屋店さんからほど近くにありますしゃぶしゃぶ寿司一品料理のお店ともえさんです。おお、いや、素晴らしい。お寿司とかもあるんですね。そうなんですよ。いや、豪華ですね。名前が同じ、ともえさんなんですけども、はい、実践したホールと、はい、全然関係は、関係はないんですけども。ないんですけども、美味しければ OK ですよね。そうなんですよ。しかも、はい、すごいことにこのともえさんですね、土日しかランチやってないんですけれども、はい、今日は新装開店だけあって平日なんですよ。確かに、確かに、まあ、そうですね。なので本当はランチやってないんですが、はい、今日私たちのために特別に開けていただきました。うわ、素晴らしい。めちゃくちゃ優しいんですよ。いや、ありがたいですよ。はい、しかもあれですよね、オープニングで、はい、ヒント、うん、あ、ヒント、放題、放題とかありまして、はい、見放題とかありましたね。ありましたけども、ドリンクも放題とか言ってましたけど、はい、ドリンクはもちろん月の食べ放題でございます。わー、これしゃぶしゃぶ寿司もいけちゃうよ。そーっと今日相当食べ放題、めっちゃ腹減ったんですよ。超嬉しい。しかもこれ、うん、見てください、うん、これ105品。しかも105品、黒毛和牛ついてる。やばい。これは絶対やばい。これイメージずつ、そういうことですから。イメージずつ、イメージずつ、これこうなるじゃん。今日こっちこれですよね。こっちはこっち、こっちの方、こっちの方、全部いける、全部いける。黒毛ついちゃう。いやいやいや、どれからいきます。待って待って、どうする、どうする。だからこれ、ねえねえ、多分時間制なんで、ほんと早く、そうそう、時間での勝負だから、注文しましょうか。じゃあとりあえず黒毛和牛、じゃあ、はい、天ぷら盛り合わせ、早くやってくださいよ。天ぷら盛り合わせ、時間が来てるんで、早く。で、あれでしょ、隊長、だし巻き卵でしょ。だし巻き卵を頼みます。あ、冷やしたら、もういい。あと、じゃがバターも追いついてますか。じゃがバター、じゃがバター、はい、オッケー。お寿司は、お寿司、お寿司、あ、いいですね。お寿司もいっときましょう。三盛りもあるよ。天ぷら盛り合わせ頼んじゃいましょう。いや、白身です。白身。だって俺、白身が一番豪華になってる。見にしますよ、スケロクさん。あれ、盛り合わせこれだ、盛り合わせこれだ。今回お邪魔したお店は茨城県神栖市にある全席個室ダイニングともえ神栖店さん。こちらは作りたての食べ放題メニューを3種類からお手軽な値段で選べるお店となっています。神栖に来た際はぜひお立ち寄りください。ということで、頼んだ料理が来ました。これポコポコ市場かなり1位なんじゃないかってぐらいの。マジか、輸送行っちゃいます。いい時に呼んでもらいましたね。いやありがとうございます。見てください、これ黒毛和牛来ましたよ。黒毛和牛、すごい、なんか食べ放題行ったことあるんですよ、私も。でもこういうお肉って見たことないですよね。なかなかね、確かにこういうの食べれないです、食べ放題で。さすがに、はい、さらにこれなかなかね、これ初めて見た、初めて見た。え、単しゃぶ、単しゃぶとしたことない。たまらないですね。食べたことない。すごいよ。しかも、はい、カニまで、ね、はみ出てるんですけど。カニってね、まだ食べれると思わなかったでしょ。いや、これはすごいわ、本当に。すごいです。天ぷらもあるし、寿司もあるし。はい、いや、もう痛い。これ、もう全部食べ放題ですよね。食べ放題なの。もう次、行かなきゃいけないんで、時間があれなんで。なるほどね。サクッと食べて、次行きましょう。よし、はい、食べましょう。いや、ちょっと待ってください。ちょっと食べたいんですけど、これ大丈夫なんですね、食べて。はい、出た、真面目。いいんじゃないですか、ダメですか。いや、食べたいです。ポコさんは、まあ、最後当たって結構あれすごいことになったってことですよね。うん、そう、うん、そうなんです、当たってね、デザポ中だったんですけど。そうそうそう、いやもうだからポコさんがすごいこうテンション高いのかなって思ってたんで、うん、そうなんですよね。大丈夫ですよね。じゃあ、そうか、じゃあまあとりあえず一応でもやっときますよ、怒られちゃうんで。あ、まあそうだね、番組的にも。一応結果言います。はいはい、一人ずつ。はい、じゃあ隊長から先にだけ、はい、
私は、ね、マイナス、はい、5625個なんで、はい、先輩にもおんぶに抱っこでお願いします。甘いだね。っていう感じでやってきましたか、うん、僕言っても6回当たってますから。あ、はい、そうだそうだ、マイナス4250個です。あ、まあ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 、トコミさんいますからね。そうですよ、途中でもう終わってますからね。はい、もう早くセットアップしていきましょう。マイナス6000です。何マイナス6000です。え、ちょ、一番負けてんじゃないか。どういうことですか。マイナス6000です。一番負けてんだ。結局あれはどうだったんですか。何結局あれは。結局あれ持参するだよ。はよって何ですかそれ。なんだ今の言い方。え、じゃ止められないの。止められないね。ちょっと返してくださいよ、もうこのなんか、やったみたいな感じ。やだ。どうするの。じゃあスタッフが食べるんで。出た出た出た。いやでもちょっとだけなんか、ね、最近優しいから。確かに確かに。じゃあ牛タンをしゃぶしゃぶしていただけると。確かにこれね、ちょっとメインの人しゃぶしゃぶはしたことない。じゃあここお店さんここやっぱ、でも私あの4000マイナス4000のスケさんが一番軽いんで。いやこれ僕がやるんすか。じゃあやりましょう。ワイルドだな。いやちょっと待って、この長さ、長さね、これできるんだ。誰にします、タコミさん。でもタンって言えばなんかベーシックなやつの方が。じゃあベーシックよし。それベーシックじゃねえよ。いいんですよ、シャブシャブする方に入れちゃいますね。タコミさん、はい、なんでここに入れたかというと食べ放題です。あ、確かに。いくらでもいけちゃう。何のやつでもいけちゃうから。そう、つまりはそういうことですよ。そういうことか、はい、はいはいはい。うわ、ちょっと本当に美味しそうなんですけど、これがしゃぶしゃぶだれで、これが、はい、辛い、ちょっとそうです、辛いの、火鍋だね。火鍋、言い方ね、火鍋で、これがベーシックな。はい、さあ、ポコミさん、え、私が、え、開けてみましょうか。そう、しゃぶしゃぶしましたよ。すごい、うまそう。じゃあ、私もしゃぶしゃぶしていいですか。じゃあしゃぶしゃぶしちゃいますか。しゃぶしゃぶになれ。ダメです。え、3人とも負けたんで、帰ってください。これはこれはどうする。いや今ほらしゃぶ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 しちゃったし、え、これカメラマンさんが食うってことですか。これこのしゃぶしゃぶ、よかったね、間違えて。しゃぶしゃぶできた。間違え、しゃぶしゃぶのタレでよかった、間違えて、間違えて。え、本当に、え、食えないなんてことあるの、ポンさん。これ、え、何回もあるよ。確かに一人だけだった、前名簿の時も。行きななくて絶対に置いてください、ここに置いてください。私何回もやってるんで。え、じゃあどうします。ちょっとタレが足らないけどね。ダメです。ちょっと怖いんですけど、ちょっとどうすんの。ねえ、もう結局このなんか姿勢に耐えられなくなって、もうなんか本当にやばいよね。すごい冷たいオーラまで伝わります。見えてないから分かんないか、みんなは。すごい冷たいんだから、もうスタッフさんの顔が。嘘でしょ。さよなら。さよなら、お肉たち。さよなら、私のジャガバター。泣きそう。ということで今回はご褒美なしです。ポコポコ大作戦、次回もお